れるし。東京タワー見えますか？行きます。こちらお願いします。バイト終わりました。今日はですね、バイト終わりのラーメンを紹介します。やけどしました。ツヤ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 になってるでしょ。ここちょっとジュッてなりました。かわいそう。ちょっと東京タワーに向かって行くぞ。バイト先の人に会ったら恥ずかしい、こんなのしてるところ。今日はね、すぐ終わりました。素早い作業でした。ショートケーキを今日は15台くらいやりました。今日のプランはまずテコなので、レナがとってもおすすめのラーメン屋さんに行きます。そして元気があれば東京タワーに行こうと思います。いいですか？この帽子はママが編んでくれました。かわいいですか？こちらです。行きましょう。こちらはラーメン、これがおすすめ。ご一緒にいかがでしょうか？決済方法をお選びください。ただいま発券中です。麺屋武蔵に来ました。平日はすごく混んでます。浜松町が会社の町なので平日は混みますが、土日は比較的すぐ入れます。つけ麺が美味しいらしいです。私はラーメンが好きです。はい、ありがとうございます。イエーイ、見える？こんな感じです。いい匂い。せーの、いただきます。美味しい。うん、もうこれがね、バイトの後にね、みんなで食べると最高なの。麺が太くて結構お腹いっぱいになります。料金変わらずに大盛りもできます。ごちそうさまでした。그러면요즘오가에다한다오가에가관광지가서관광지가엄청붙어있어こんな絵が描いてあります。こっちにもゴルゴ。근데우리1등한데도한국이대단하지만ごちそうさまでした。아맞아1등불괜찮고진짜잘봤어요그것도그렇고美味しかったです。今ね、隣の席の方が、韓国の方が YouTuber ですかって聞いてくれて登録してくれました。写真まで撮っちゃって有名人気分を味わいました。なくなった、東京タワーなくなったかと思った。10時くらいまで展望台が空いてるみたいなので、せっかくなので東京タワーに行きます。近くに見えて遠いですから、ちょっと頑張って歩きます。だいたい大きなものはね、近くに見えるんですけど、歩き始めると遠いんですね。これはね、都市伝説
適当なこと。ここ、あの、すっごくおすすめの居酒屋。今日は今の居酒屋がいろんな思い出があります。バイト先で飲むってなったらあそこですね。ちょっと言い過ぎかしら。まあいいか。安いの、あのね、バカ盛り唐揚げっていうメニューがあって、バカ盛りポテト、バカ盛り唐揚げをとりあえず頼むんです。それを3とか行きます。でこんなのが3個とか来てからがスタートですね。だいぶ近づいて見えるけど、まだ遠いですので。なんかここが、造船寺？造船寺？ってやつです。大きな門が。これが東京。東京を体験しに行きましょう。見てください、あちらにも偽東京タワーが。あ、こちらにも偽東京タワーが。あっちにもあります。惑わされてはいけませんよ。あれが本物ですから。上上寺でした。上上寺でした。入れないね、上上寺。前ね、10時くらいでも入れたんですよ。もう近いよ、これは正真正銘の近い。独り占め。綺麗だね。クレヨンしんちゃんの映画を思い出すよ。到着です。ちょっと休憩。ここはいいです。ここでね、お話したりしてた同期と。エモいでしょ。結構人がいますね。綺麗。あ、レッドって、なんかレッドっていう遊ぶところがあるんですけど、そこで友達がバイトしてます。行くか迷い中。ここだと真ん中じゃんね。ここが良さそうじゃない？これか。ちょっと高いね。メインデッキでいいか。ねえ、どう思う？ちょっとね、結構貴族の遊びかな。ここにあるのに店。こちらですね、チケット。どう思う？せっかく来たしって思う？大人を2人で出た。1時間待ち。メインまでは2人でトップで、なんかギリギリまでトップデッキまで行くかと思こうかなっていう気持ちではあったんですけど、どうやら1時間待ちでということでしたので、メインデッキでも十分であろうということで判断いたしました。メインデッキまでとさせていただきました。このようなものもあります。ほら、これは何でしょうか。全部楽しみましょう。これは昔の街並み、だいぶ灰色ですね。もうちょっとさ、詰まってるよね、中身。ここまで。今日は、本当はこちらまでも視野には入っていたんですけど、ここまでだとすぐ行ける。ここまでだと、1時間待ち。で、今回はメインデッキにさせていただきます。ご案内いたします。なんだかの空間。病院の匂いがする。こちらでご案内いたします。
おービジュアリボコボコ鏡。本日はフライトをくださいまして誠にありがとうございます。フレリ高さ 150m、 ウィンデッキまで約45秒でご案内いたします。Welcome to Tokyo Tower. Tokyo Tower is the nice thing to see. 耳が。おお。マッピング、マッピング。おお。綺麗。雪。すごいね。一周しようか。結構にぎわってます。ウソ東京タワー。東京タワーじゃない？わかる？ここほら。わかるでしょ？何らかの、何らかがあります。日本語に書いてない。グレートシントシュリネオブザタワー。わからない。お参りしたい方がいいかな。ストップ。いったいった。ちょっと眠い。ちょっと暗くて眠くなってきちゃった。すごい締め付けが。ニット帽とどっちのがいい？じゃあいいか。サンプルあった。ニット帽にしとくわ。買っとく？これでバイト行こうかな。ちょっとウケるよね、これで来たら。その一瞬のためだけに。見て見て見て、出来たての東京タワーの赤ちゃん。下にもあるって。すごい人が少ないね。なんかやってる。ボーイクスター登録リカ、ボルダンコーラスソイ、このあそこのところ歩きたい。あそこのところ楽しそう。スリルが欲しい、もっと。でも綺麗だね。しかも人全然いないね。ちょっとロマンチックだね。危ない、落としたら。めっちゃ今寄せてたけど。すごい綺麗。行くよ。
見て月。月。でも、もっと黄色いのに肉眼だと。綺麗だ。気分がいい。どんどん降りましょう。所要時気をつけてね。所要時間8分って言ってたけど、もっと楽しくなった。ここが好き好きだったらよかったのに。怖いかな。で、俺の日々スリルが欲しいわけ。もっともっとスリルが欲しい。とかでも怖いね、警察に落ちるね。実際に見ない限り足が、あそこ取って終わりにする。東京タワーでした。終わりバイバイ。喉乾いた。